やつだ。うわ、さらに噛んだ。9万貫、チュン貫、さらにドラが9万。うわー、とんでもない。なんと生命力にあふれる。いや、しかもね、これ3着も見えてきましたよね。いや、水原からの直撃ですから、これは大きいですね。次もう1万2000上がれば追いつくぞ、ドラさん。うわ、ハイパイドラさん、役杯重ねたいですね。これは重ねたい。勝俣さん、本当に何があるか分からないですね。いや、分かんないですね。曲が残ってる限り。水原さんもね、勝負リーチだったんですけどね。うん、もちろんダマテンという選択肢もあったとは思うんですけど、ただね、ダマテンで2000点上がってもね、太郎さんに逆転されちゃうかもしれないので。そうですよね、ちょっとでも差を広げておきたい。3面ちゃんならばっていうところでしたけど、はい。いや、しかし久里のカンチャンリーチの街を一発で掴むという結果になりました、水原。そしてね、久里さんのね、街選択も見事でしたよね。そうですよね、はい。ハツとペイ、どちらも役杯です。近藤、チュンが重なりましたね、久里選手。いや、狙いの一つですよね、うん、役杯の重なり。これは泣けるかもしれない。チュンが出た。絶好、今重なったタイミングで切られました。そしてね、今の状況の久里さんはちょっと点差が詰まってきたじゃないですか、はい。なのでターチャから見ると、はい、やっぱり久里さんの優先順位の1位は連チャンになっただろうなと。おうおう、すごい遠い時は高い、はい、まあ、連チャンなんですけど打点もかなり見たいっていうところから、ええ、まずは連チャンっていう状況になってきつつあるので、うんうん、はい、絶対高いわけじゃないんですよ、この仕掛けが、うん、なんか1500の時もあるわけ で、 そうです、ね、なので2風呂目の可能性とかが上がってるんですよね。まずはまっすぐ打ってくるだろうと。さあ、ソースが両面になった。ドラさん隠し持ってる久里です。いや、こんなにね、いい手とは思えないですから、はい、危ないですよ。ハイパイからドラさんが入っていることは予想しづらい。水原現在イーシャンテン。進むか。両面両面シャンポンのイーシャンテンになっているドラさんの親番久里、はい。で、近藤さんは久里さんの上がりが嬉しくないんで、そうですよね、ある程度絞りたいんですけど、はい、自分が補充しちゃうのは一番嫌なわけですよね。もちろんです。なので、もしかしたら合わせ打ちとか、ああ、テンパイ入った、うんうん、さあ、久里にいいスーピン待ちのテンパイ。水原さんスーピンあんこで、太郎さん1枚だからもうスーピンない。場にはいいピン3枚切られてますよ。あといいピン1枚、はい。ただ瞬間は水原さんと太郎さんはいいピン止めれなさそうですよね。うわ、ドラ怖い。ドラの9万。しかも切ったら缶まである。そうですね、缶されるかもしれません。水原どうする。くっつきのいいシャンテンなんですよね、はい。自分でチーマン切ってるからね、9万は相当使いづらい。久里が缶です。さあ、新ドラ1枚乗ればハネマンになるぞ。シンドラはいいピン。上がった時は乗るやつだ。うわ、さらに噛んだ。9万缶、チュン缶、さらにドラが9万。とんでもない、とんでもない。いいピン山に残り1枚だが、目に見えてドラ8、ドラ8、チュンドラ8、はい、缶している9万がダブドラになってます。こんな漫画のような展開があるか。うわ、転敗したけど、愚形。したけど、いや、これはね、いけないです。リーチはいけない。親はドラ8が見えている。いや、打ったらラスですもん、はい。ドラ8。ただね、これね、水原さんが今考えてるのは、役割に持ってきたいから、イーマンリャンマンって切りたいんですけど、久里さんに通ってない、はい。ただ現物はローマンしかない。ローマンしかない。3万は筋で比較的通りやすいけど安牌ではない、はい。作動するっていうこの選択をね。で、ひょっこり積もっちゃうかもしれないから、テンパイ取っときたいっていう気持ちもある。取りませんでした。ここは久里の現物ローマンを切っていきます。
いやこれね近藤さんプレッシャーですよ。万一にも補充するわけにいかないですからね、はい、もうロンって言われたらその瞬間1万4000は確定してる。積もった最後の1枚を持ってきた。勘して勘してシンドラ乗せて上がったのはチュンドラハドラ9ですね。いやこんなことあるんですね。いやマージャン何やるか分かんないから油断しちゃダメなんですねやっぱり。いやさすがの勝俣さんもこれはびっくりしますよね。いや口では、はい、まだトンバですから。